皆さんこんにちは、ウイスキー専門店の岡村店長です。どうも。今日はですね、視聴者さんからプレゼントをいただきましたという動画でございます。まあ嬉しいですね。まあ最近営業を再開しましてですね、なんか営業中に小包みが届いたわけですよ。小包みというか、まあウイスキーの箱の形をしたものが届きまして、なんか注文したやつかなと思ってこう送ってくれた人のところを見たら、ん？みたいな、なんか買った覚えない住所だなと思って、なんだろうと思って開けたら視聴者さんからのプレゼントだったっていうのがあったんで、だから僕一回見ちゃったんですよね。ただちょっとね、これぜひちょっと紹介したいなと思って動画を撮らせていただいたんですけど、ちょっとこちらなんですよ。ヤードベック天茶のね、そうアードベック天下って思うじゃないですか。それがね、まあ、ちょっと裏にお手紙が貼ってありまして、まあ、ちょっとなんかこう住所とか貼ってあるんで見せられないんですけど、ちょっとね手紙をね見させていただきますね。はじめまして。愛知県でバーを経営しながら趣味でガラス彫刻をしています。いつも YouTube を楽しく拝見させていただいております。アードベックがお好きだと伺っておりますので、ボトルに彫刻してプレゼントさせていただきます。お互いコロナで大変だと思いますが頑張っていきましょう、ということで、なんとですね、愛知県でバーをやっているという、でしかもガラス彫刻もしているという方からプレゼントいただいたんですよ。一応バーが愛知県の安城市ですね。安城市にあるリボルバーっていうバーと、バーミッドナイトオイル知立市にあるバーのお二つの店舗を経営されている方ですね。というね、まあちょっとなんかこうお名前を出しているのかわかんないので、本名はねあれなんですけど、一応お店の名前はねちゃんと紹介します。リボルバーってとこと、バーミッドナイトオイルっていうね、安城市と知立市に愛知県にねあるバーの方からいただきました。僕中3の夏ぐらいまで愛知県に住んでたんですけど、まあ豊田市なんですけど、なかなかね愛知に行く機会は少ないですが、行った時はねちょっと行きたいなと思います。そんなわけで開けていきましょう。ね、こんななんか素敵なラッピングまでしていただいてるんですけど、これがねすごいんですよ。僕ねあんまこのラッピング外したくないんだけど、これまあ普通にアドベックのあれじゃないですか、よくあるあれじゃないですか、まあ、普通のいつもの店なんですけど、裏なんですよこれ。裏これすごくないですか、これ分かりますか、すごくないですかこれ。これ掘ってあるんですよ。これガラス彫刻なんですよ。すごないですか。これ手でやってんですかね、機械でやってるんですかね。なんか僕ガラス彫刻ってあんまりわからない世界観なんですけど、すごくないですかこれ。ラッピング外したくないけど、まあ見にくいから外しますか。いやこれすごないですか。めちゃめちゃ嬉しいっすもん。ほら、こうやって掘ってるんですよ。削れてるというか、なんていうんですか、デコボコしてるんですよね、削られてて。でめっちゃかっこくないですかこれ。うちのお店のロゴも入れてもらっちゃってめちゃくちゃ嬉しい。いやこれはね宝物っすね。めちゃくちゃ嬉しいっすわ。なんか手作りのものをなんかいただくことってなかなかないじゃないですか。これすごくないですか。普通にどうやって作ったんだろうって思うんですけど、いやもうこれはねちょっとお店の入り口にこう飾らせていただこうかなと思います。まあなんでお店来た方はねこれ入り口にポンって置いてあるんでね、まあ、ぜひあれだって言って見てください。すごいっすよねこれ。もうこれ飲めないっすよね中身ね。中身は飲まないっすこれは。このまま置いておきます。まあちょっとすごいしか言ってない、ちょっとボキャブラリー少ねえなと思いますけど、めちゃくちゃ嬉しいです。本当にねありがとうございます。まあもし愛知県住んでる方とかね、近くにいる方、安城市とかね知立市に住んでるよとか、その近くだよって方はね、リボルバーっていうお店とね、ミッドナイトオイルっていうねお店はぜひ行ってみてください。僕も愛知にねちょっと行く機会があったらちょっと行こうかなと思います。てかもうお礼に行きますよ。最近車の免許を取ってるんですけど、
まあ、車の免許を取ってね、まあ、車買ったりとかしたら、ね、愛知県だったらまあそんな車だったら遠くないので全然行けるなとか思って、僕もちょっと故郷巡りみたいなのしたいんですよ。まあいいや、その話は。まあなんで、まあちょっと愛知にはね、今年まあまあコロナとかでね行けるかはあれですけど、まあ来年ぐらいはねちょっと行きたいなと思ってます。さすがにお礼をしたい。これはすごいな。まあなんで、あのお近くの方はぜひね、あのリボルバーさんね、ミッドナイトオイルさんね、あの行ってみてください。というわけで、ね、まあちょっとあの視聴者さんからあのプレゼントいただいたよっていう回でございました。そんなわけでしてね、まあ本日の以上になります。本当ね、あのこれ作ってて本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。大切にあの飾らせていただきます。店の入り口にね、分かりやすい感じでバーンって置いておくんで。いやー嬉しいですね、これね、やっててよかったですよ。というわけでして、はい、本日の動画は以上になります。この動画ですね、面白かったという方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。あと僕はあの SNS やってますので、ぜひそちらの方も、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。